地下なのに霧が出てる。霧ではないわ、ミストよ。ミストって目に見えるんですか？ここではそれだけ濃いということ、魔の気配が満ちているのよ。危険ってことですよね。けれど役にも立つわ。濃密なミストは魔力の回復を早めてくれる。覚えておきます。バンは無茶ばかりだから私がしっかりしないと。かつて神々に戦いを挑んだ荒ぶる者ども、敗れた彼らの魂はミストにつなぎ止められて、時の終わりまで自由を奪われた猛族の伝承よ。王家には覇王と魔人にまつわる物語が伝わっています。若き日のレイスウォール王は魔人を倒して神々に認められたと。以後魔人は覇王の忠実なしもべとなったそうです。で、
未だに覇王の財宝を守ってたわけだ。いいえ、財宝とはこの召喚獣そのものでしょう。なんだと？私たちが手に入れた魔人の力には計り知れない価値があります。おいおい、俺としてはもうちょい分かりやすい財宝を期待してたんだがね。どうして？殿下、急ぎましょう。
再びお目通りがかなって光栄ですな、殿下。先日は実に慌ただしくご退官なさったので、我々に無礼があったのではないかと心を痛めておりました。痛む心があるというの？本題に入りなさい。浜関を引き渡していただきたい。浜関って？そのような模造品ではない。我々が求めているのは覇王ベイスウォールの遺産である真珠の浜関だ。まだ話していなかったのかね、アズラス将軍。殿下、暁の断片は、あれが浜関です。なぜだ、ウォースラ。帝国は戦って勝てる相手ではない。ダルマスカを救いたければ現実を見ろ。アズラス将軍は賢明な取引を選んだのですよ。我が国は暁の断片と引き換えに、アーシェ殿下の即位とダルマスカ王国の復活を認めます。いかがです？たかが石ころ一つで滅びた国がよみがえるのです。で、あんたの飼い主が面倒を見てくださるわけだ。彼をダルマスカの民とお考えなさい。殿下が迷えば迷うほど民が犠牲になる。彼は最初の一人だ。回りくどい野郎だな。え？アーシェ。王家の証が真珠の浜関であったとは。ドクターシドが血眼になるわけですな。今なんつった？アズラス将軍、ご一行を芝居。数日でラバナスタへの帰還許可が下りる。すぐに魔力を測定しろ。本国に持ち帰るまで手をつけるなとのご命令では？あらかじめ真眼を確かめておかんでどうする。ラバナスタに戻ったら市民に殿下の健在を公表しましょう。あとは自分が帝国との交渉を進めます。ラーサーの線も利用できると思います。彼は話が分かるようです。信じてみましょう。今さら誰を信じろというの？ダルマスカのためです。設備が限られておりますので、当館の動力を利用して判定します。石を機関に接続し、その反応を。手順の説明などいらん。結果を見せろ。フラン、熱い。ミストが熱い。6700 6800 6900 7000。間違いありません。真珠の浜関です。限界は見えません。これが真珠の浜関。まさに神々の力だ。手にした者は第二の覇王か。ベインでなくても構わんわけだ。何これは？反応係数が。どうした？おい、貴様！取り押さえよ！どうしちゃったの？
束縛されるのが嫌いなタイプでね。うん、ここまでとは知らなかったが、あんたはどうだ。彼女と同じ、脱出しましょう。やらせるか。空賊ごときにダルマスカの未来を盗まれてたまるか。なぜだバッシュ、お前なら現実が見えるだろうが。だからこそ足掻のだ。急速に低下。もはやマイナスだと。よかな浮力を保てません。何が起きたというのだ。合わせて艦の動力を吸収しています。やっています。ですが、まずい、反転した。臨界到達の三角中央崩壊だ。アーシー行くぞ。俺は祖国のためを。分かっている。お前は国を思っただけだ。こう焦ったのも事実さ。焦りすぎたのか、お前が戻るのが遅すぎたのか。俺はもうお使いできん。殿下を頼む。戦艦リヴァイアサン爆沈、アルケーディア帝国軍第8艦隊全滅。ヤクトにおける強砲が帝国政府に衝撃を与えた頃、私は病を理由にビュエルバを去った。イバリス各地の反アルケーディア勢力を結集し、解放軍を組織するためである。この時期ラバナスタに戻られたアーシェ殿下が生存を公表することなく、
暁の断片とともに身を隠されたのは幸いであった。仮にアーシェ殿下が民衆の前に姿を現せば、かつて殿下の自害を報じた私の誤りが明白となり、解放軍の結成にも支障をきたしたであろう。そのような状態でダルマスカ王国の復活を宣言しても、帝国によって一撃のもとに粉砕されたはずである。第八艦隊を失ったとはいえ、アルケイディア帝国は依然として強大な軍事大国であり続けていた。ロザリア帝国大本営が演習を装って大軍を集結させております。海戦の大義名分が整うのを待って、我が国を先制攻撃する腹かと。これほど緊張が高まった時期にリヴァイアサン艦隊を失ったのは痛手でしたが、今ロザリアに攻め込まれれば苦戦は確実。かかる事態を招いた全責任は独断で艦隊を動かしたベイン殿にあります。ベイン殿は裁かれねばならない。それが元老院の総意です。陛下ご子息といえど厳正な処分を。ベインをかばうか、余が皇帝の座から降りるか、二つに一つというわけか。ご心痛のほどお察し申し上げます。何、ベイン殿の代わりはラーサー殿が立派にお務めになるかと。あれはベインに懐いておるし、まだ幼い。いつまでも幼くはありますまい。今はウェイン殿の動きを探っておられるとか、活躍の場を得て意気込んでおられるようですな。誰がそそのかしたものやら。さて、かつてベイン殿も兄君らの過ちを断罪されたではありませんか。あの時は陛下のご命令でしたが。ご安心ください、グラニセ陛下。我ら元老院が支える以上、アルケイディア帝国は安泰です。よかろう、至急ベインを帝都に戻す。帝国の艦隊を消し飛ばしたのは
暁の断片なのでね。察しがいいな。あの桁違いの破壊力、心当たりがある。アーシュ様もご存知のはずです。ナブです。旧ナブラディア王国の都ラスラ様の故郷だ。先の戦争中、帝国軍が突入した直後に原因不明の大爆発で、敵味方もろとも、あの国にもレイスウォール王の遺産の一つ、夜行の再編が伝わっていた。ハマス石か、奴らが夢中になるわけだ。あの戦争も調印式の罠も、ベインはこの力を狙ってレイスウォール王の遺産ハマ石は帝国には渡せません。とっくに渡ってる。黄昏の破片に多分夜行の再編も、でなきゃ人造ハマ石なんて合成できるか。では暁の断片の力で帝国に対抗するだけです。ダルマスカは恩義を忘れず、屈辱も忘れず、刃を持って友を助け、刃を持って敵を葬る。私の刃は浜関です。死んでいった者たちのため、帝国に復讐を。使い方わかるのかよ。ガリフなら、あるいは古い暮らしを守るガリフの里には魔石の伝承が語り継がれてるわ。彼らなら浜石の声が聞こえるかもしれない。危険な力のささやきが。危険だろうと、今必要なのは力です。無力なままダルマスカの復活を宣言しても帝国に潰されるだけ。ガリフの里までお願いします。オズモーネの平原を越えた先よ。遠くないか。また報酬ですか。話が早くて助かるね。そうだな、そいつが報酬だ。これは何か他の。嫌なら断る。そのうち返すさ。もっといいお宝を見つけたらな。なんだよ、もっといい宝ってさ。さあな、見つけた時にわかるのかもな。バン、お前なら何が欲しい。何を探してる。俺、そりゃあさ、そのほら、あれ、俺は蟻族の里は遥か南方だと聞いているが。ああ、ギーザ草原を南下する。今頃ギーザは雨の季節だ。川が増水して道が使えない可能性もある。その逆に、増水のおかげで通れるようになる道もあるのさ。ともあれ、早く南を目指しましょう。慌てなさんな。あんたは先を急ぎたいだろうが、出発前に準備をしとけよ。ついでに覚悟もな。覚悟なら2年前にどんな苦難にも耐え抜くと。そいつは結構。
Thank you.
Thank you.